皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2018年9月13日木曜日、今日の数波の言葉はゆっくり休む、ゆっくり休む。そして今日の BGM は真言宗総本山、当時の調べの中から仏光仏の光をお送りしています。真言宗当時、ここでは毎年密集法がお正月に1月に行われていますが、各本山から集まった代表の人たちがここで一斉に拝むわけです。この当時京都駅の近くではありますが、弘法さんと親しまれながら、いまだに現在にある当時のお寺さん、ぜひ一度というか皆さん訪れたことがあると思いますけども、ぜひ手に取ってですね、このアルバムをじっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。